くさせていただいております。ホペホペ様からですね、着弾したという動画でございます。はい、で何がというとですね、まあ、いつも昨年もですね、同じように、送っていただいてですね、ブリードをしたんですけども、今年もですね、まあ、同じような形で、ね、ホペイですね、はい、ホペホペさんという方がホペイを、結構大きくしている方で、全く私は足元にも及ばないですね方でですね、まあ、去年もですね、同じように、ホペイのヒタミネ、極太とを譲っていただいたんですけども、今年もですね、やはりホペイですね、はい、譲っていただきました。こちら76mm と 46.5mm で、これがプラチナですね、森田さんの、プラチナ73系ですね。じゃーん、すごい、じゃーん、どうですか、すごいバランスの取れた体ですよね。じゃーん、かっこいいですね、この顎、この湾曲、素晴らしいね、いい感じですね。はい、いつもありがとうございます。はい、私もいつも川西をですね、送ってるんですけども、ようにですね、大きく、できるようにですね、後々、交換したりとかしてですね、血の入れ替えをしていけると、まあ、いいかなというふうに思います。はい、で、こっちが、メスですね。じゃあメスですね。44.5 ですね。すごいいいですね。なんかすごいやっぱかっこいいですね。はい、プラチナです。あとこちらのホペイ、キタミネですね。はい、今年はですね、ホペイさんのからの、親虫をブリードしてですね、ようやくですね、30を超えた。お、すごいいいアホ、見てください、これはいいですね、このアホはすごいですね、この重なりは抜群ですね。しかも太い、相変わらず太い、すごいですね。これちょっとズームアップしますかね。これはすごいですよ。ほら、わかります？この張り出しもすごいですよね。この重なり、わかりますかね？素晴らしい。これはまた素晴らしいのが来ましたね。本当すごい。これはかっこいいですね。本当にちょっと興奮してますけど。たまらないですね。おお、さすがです、ね、私もこういうのを浮かさせたいんですけどね。こっちにメスですね。じゃーん、メスでーす。頑張ります。あとスペースがですね、どうなるかちょっとわからないんですけども、はい、ね、限られた数しかできないとは思うんですけども、ね、ちゃんとブリードできるようにちょっと頑張ってみます。はい、ね、今貸し棚の方もですね、ちょっと探してまして、良さそうなところが見つかったんでですね、早めにそちらの方をちょっと契約したいなというふうに思っております。はい、
はい、まあ、こんな形で、今日はあのホペイの、開封ですね。ホペホペさんからの、ホペイです、はい、いつもありがとうございました、はい、ではアンキロン TV でした。さようなら。